はい。えー、皆さん、こんにちは。拓也でございます、えー。いかがお過ごしでしょうか、えー、今回の、ね、動画なんですけれども、DTM な動画を、ねえー、お届けしたいと思います。でね、まあ、今回のテーマはですね、 アンテロープオーディオの前後。これのね、使い方に関しての動画でございます。でね、まあ、このね、前後に関してなんですけれども、以前ね、まあ、紹介動画を作りました。でね、まあねたくさんの方にご覧いただきましてね、まあたくさんの方が興味を持たれてると思います。でね、まあね、実際に発売開始となって購入された方も多いと思うんですけれども、はい、多分ね、ぶっちゃけね、なんか使い方よくわかんないよっていうんですね、思われた方もね、きっと多いんではないかなっていうふうに思います。というのもですね、やっぱね、このね、アンテロープオーディオのオーディオインターフェースっていうのは、もともとね、やっぱねプロ用 のの機材をね作ってる会社なのでだからね、このね、全豪に関しても、いわゆるね,こね、上位機種にあるような高度なルーティング、そういった機能がね、やっぱり入ってるわけでございます。でね、このね、アンテロープオーディオのオーディオインターフェースで一番最初につまずくのが、はいこのルーティングでございますね。はいなので、まあ、今回なんですけれども、私ね、ちょっとね、こ全、ね、後を持ってないんで、なので、この全豪のマニュアルと、あとですね、はい私が持っている、はい、オライオンス튜ディオ、それのね、まあ、実際のね画面を見ていただきながら、はい どういうふうにね、まあ、使っていくのがいいのかっていうのをですねえ、ぜひね、お話ししていきたいなというふうに思います。それではですね、えまあ、早速なんですけれども、ちょっと画面を切り替えてですね、はい、解説開始といきたいと思います。 はいえというわけでやってまいりました、前後の、ね、コントロールパネルの画面でございますね。でね今回の解説は主にですねはいオーディオ信号のルーティング、これをね中心にやっていきます。というのもですねアンテロープオーディオのそのオーディオインターフェースっていうのはもう本当にねこのねオーディオ信号のルーティングが理解できないと本当に、ね、何も使い物にならないんで、だからこの理解っていうのはものすごく大事です。ででこののあたりっていうのははすね、はい このね、アンテロープオーディオジャパンの YouTube チャンネルでもしっかり解説されてますので、まあそちらもね、ぜひね、参考にしていただければと思います。でね、えちょっと早速ね、画面を見ていきたいんですけども、まずですね、はい、え、モニターズヘッドフォンズっていうのがありますね。これがいわゆるモニターアウトというヘッドフォンのその出力、それを、まあコントロールするミキサーの画面です。なので、はい、今ここにはですね、え、プリアンプ1、プリアンプ2とかね、コンピュータープレイ1、コンピュータープレイ2とかっていう風にあります。で、これについてね、まずね、解説をしていきたいんですが、まず入力の種類をしっかり理解します。で、これをね、 ちょっとご覧ください はい。でね、この画面なんですけども、これはね、え、オライオンスチューディオっていうですね、上位機種のね、画面になります。ただね、まあ、入力信号を理解するっていう意味では、まあ、これもね、十分使えますので、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。でね、まず一番最初にプリアンプ。はい。え、これはですね、いわゆる普通のね、マイク入力の部分でございますね。あとライン入力だとかギター入力の部分でございますね。これがね、1、2とですね、まあ、2チャンネル分ある感じでございます。はい。で、続いてあるのがですね、EMU マイク。これ一体何かと言いますと、あのね、アンテロープオーディオだと、えっとね、エッジっていうシリ のですすね、まあ、マイクがありますこれがね、マイクシミュレーション専用のマイクで、まあ、いわゆるですね、まあ、普通のコンデンサーマイクなんですけども、まあ、これをですね、まあ、エミュレーションすることによって、例えばですね、例えばノイマンのマイクのね、シミュレーションをしたりですとか、あとはですね、他のね、ヴィンテージマイクのシミュレーションを、そういったものをね、やることができるやつですね。なので、EMU マイクっていうのは、いわゆるマイクエミュレーションのことです。はい。でね、次なんですけども、はい、USB プレイっていうのがあります。これはね、前後ではですね、コンピュータープレイっていう名前になっておりまして、で、これなんです がはいまずパソコンから出力される 音声信号のことです。まあ、いわゆる USB を経由して出力される信号ですね。今ね、このね、まあ、オライオンスチューディオだと、はい、24チャンネルあるんですが、前後だと8チャンネルあります。なので、はい、コンピューターの、今いわゆる d a からチャンネル1に出力します、チャンネル2に出力しますっていうのが、このね、いわゆるコンピュータープレイの1から8に該当してます。まず前後だと8チャンネル分のアウトがあるので、なのでそこをね、しっかりね、理解していただきたいと思います。コンピュータープレイっていうのは、はい、パソコンから オオーディオインターフェースに出力される信号のことです。 でね、続いてなんですけども、はい、SPDIF-IN っていうのがありますね。これはね、いわゆるデジタル入力でございます。はい。なので、入力信号という部分ではですね、はい、プリアンプ、そしてね、EMU マイク、そしてね、コンピュータープレイ、そしてね、SPDIF-IN っていうのがあります。はい。でね、あとね、これね、今ね、ずっとね、ここね、M っていうのが並べるんですけれども、これがね、ミュートでございます。はい。これはね、まあ、信号を使わないよっていうんですね、わかりやすくするために使うっていうふうに思っていただければいいと思います。はい。それではね、ちょっとね、前後の画面に戻りましょう。 でね、今回のね、まあメインの解説は、まあ信号のルーティングっていうことなんで、まあこの辺りをちょっと解説していくんですが、はい、え、まずね、このね、プリアンプ1とかプリアンプ2ってね、これねえ、名前が書いてあるところがあります。で、ここをクリックすると、はい、サブメニューが出てきて、どの入力をこのチャンネルに当てはめますかっていうんですね、そのようにですね、選ぶことができます。はい、でね、これね、ちょっとね、ご注目いただきたいんですけども、今ね、ここにね、チャンネル1にはプリアンプ1っていうのがあって、で、このね、チャンネル7にもですね、はい、プリアンプ1っていうのがあります。 はい。これね、一体どういったことかと言いますと、はい。このね、まあ、一つの入力を二つのチャンネルに、まあ、同時に流すことができるっていうねえ、そういった機能があるわけでございます。はい。で、次になんですけども、今ね、これね、1、2、3、4、5、6、7、8とね、8チャンネル分の、まあね、信号を扱えるようになってるんですが、このね、右上にはですね、ミキサーという画面があって、8、15っていうんですね、そのようにね、書かれております。で、これをね、15に切り替えますと、さらにですね、画面がボーンって広がって、まあ、15チャンネル分のですね、はい 入力信号を扱うことができますつまり、これどういったことかというと、はい、15チャンネル分の入力をこ、ね、モニターアウトヘッドフォンアウトに流すことができるということなんですね、はい。これすごく大事な部分です。はい、で次になんですけどもやっぱりです、ね、こういったオーディオインターフェースを使うということはやっぱり、ね、パソコン上に音をです、ねまあ、録音するわけなんですけどもそこで大事になってくるのが、はい、ここで DAOIO ってやつですね。 でね、これがね、ま、あすごくね、わかりにくいんですけども、はい、ちょっとこちらの画面をご覧ください。これがね、ダウ w i o のね、画面でございますね。で、この画面っていうのは、はい、このね、メインの画面のですね、このダウ w i o を押した時に出てくる画面がこれです。で、ここでね、一つ覚えておきたいのが、はい、このね、レコード12345678っていうふうにあるんですけども、これがですね、はい、ダウ上でのインプットの1から8にリンクしてます。なので、 はい、レコード1にね、ここにね、出てくる信号っていうのは、はい、ダウ上でのチャンネルインプット1に、はい、でね、このレコード5に流れてくる信号っていうのは、はい、チャンネルインプットの5番にね、ちゃんとね、リンクしてるっていうことですね。 はい。で、次になんですけども、この入力信号に対して、そのね、ダウンに流れる信号をどうアサインしていくかなんですけども、これね、例えばオライオンスチューデオとかの超いわゆる上位機種になると、ものすごく自由にルーティングできるんですが、前後の場合っていうのは、はい、これね、ディスクリートシリーズでも共通なんですけれども、はい、ここにあります、 はいえー、チャンネル1チャンネル2チャンネル3チャンネル4チャンネル5678ってね、まあ、あるわけなんですけどもこの1から8っていうのがこのレコードの1から8番にリンクしてます。 なので、はい、この、ね、チャンネルインプット、はい、1にアサインした、はい、このプリアンプ1っていうのは必ずですね、はい、この、ね、DAWIO の中で、はい、レコード1から出力されます。つまりこれね、DAW でレコーディングするときっていうのは DAW 上でのインプット1にアサインされるっていうことですね。で、次になんですけども、じゃあ例えばですね、はい、こちらを見てみましょう。 はい、SPDIFIN1、はい、ここはですね今ねチャンネルのね、5番に入ってますこれっていうのは先ほど見ていただきましたこの画面はい、d a ウ i o のですね、このレコード5番ここから出力されますつまりはい、d a ウ上ではインプット5番にまあ、入っていくっていうことなんですねこれをねしっかり理解しておくとこのね、ルーティングっていうのはすごく自由にまあ、行うことができますはい、でねまあ、よくあるんですけれどもはい、このねまあ、前後ではですねはい、このね1番から4番 これにですね、AFX って言って、まあ、いわゆる、ね、内蔵している37種類のエフェクター、これを、ね、使うことができます。はい。でね、これなんですけども、まあ、いわゆるですね、掛け取りになりますので、例えばですね、このプリアンプで入ってきた入力信号っていうのは、はい、このエフェクターで処理をされて、でその信号が、はい、このレコード1番から流れて、で、ダウ上で記録される。そのようになります。 でこれをですねまあしっかり理解するとまあ自由な組み合わせができますので例えばはいダウ上でなんかねこうねなんだろうこう バーチャルインストルメントかなんかを使っていて、で、このね、オーディオインターフェースの、まあ、あエフェクターを使ってね、まあ、あいわゆる掛け取りをしたいとかね、まあ、あそういったことも、まあ、あもちろんできるわけでございます。これについてはですね、ちょっと後でやり方を解説していきます。はい。まずね、ここの部分をしっかり理解していただきたいと思います。でね、このオーディオのルーティングが理解できると、まあ、あこのね、信号のやり取りっていうのは、まあ、あ自由に組み合わせができるので、まあ、あいろいろね、使い道が出てくるわけでございます。はい。というわけで、ま、あここまでは大丈夫かな。はい。え、まあ、これをね、ま、あしっかり理解していただければ、まあ、このね、 第一段階はクリアでございますはいではね続いてなんですけれども、まあ、ダウ上でねどういうふうにね、まあ、見ていくかというのをですね,、まあ、ね考えていきたいなというふうに思いますはいでねまず一番最初にですねちょっとこちらをご覧ください はい。というわけで戻ってまいりました DAOIO の画面でございます。でねえ、この下にはですね、はい、プレイ1、プレイ2、プレイ3、プレイ4という風うにですね、こうなってるわけでございますね。でねえ、これなんですけれども、このね、プレイ1からプレイ8っていうのは、はい、えコンピューターから出力された各チャンネル、1から8番のですね、出力信号がここでね、まあ、メーターで見れるわけですね。はい。なので、例えばですね、DAO でのメインのアウトプット。 マスターアウトっていうふうに言われてるやつですね。それを、だから例えばですね、7番、8番でアサインした時っていうのは、はい、この7、8のところにですね、この信号がですね、ぴょこ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 ね、こう出てくるわけでございます。で、まあ、例えばなんですけれども、まあ、掛け取りをしたいとかっていうなった時にですね、1番から4番が、まあ、エフェクトが使えるね、チャンネルになってますので、まあ、そこに流れてくる信号が、まあ、ここでね、まあ、モニターできるわけです。つまりどういったことかっていうと、はい、このね、入力の時に、 はいここでね、まあその信号がクリップしているかどうかっていうのが確認できるというのが大きいところですね。ではですね早速ね、ねダウの画面に映ってそこがねどういうふうに見えるのかっていうのをです、ねまあ、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。 はいえ。というわけでやってまいりましたダウの画面でございますね。でね、今回はですね、まあ皆さんにも分かりやすいようにですね、はい、ロジックを使って、え、ちょっと解説をしていきたいと思います。でね、え、まずね、環境設定の中にですね、まあオーディオインターフェースを選ぶところがあるんですけれども、まずね、はい、え、この出力デバイス、これでね、まあ前後を選んでください。で、私の場合ね、今ね、オライオンスチューディオなので、まあね、ちょっと名前は違ってるんですけども、まあここをですね、まあ前後に読み替えていただければと思います。で、次に見るところなんですけども、この IO の割り当て、 はい、ここを開きます。そうすると、今ね、このステレオで出力っていうのがありまして、でね、これがね、出力1、2、各個ステレオアウトプットっていう風になっております。でね、まあ、前後の場合なんですけれども、はい、チャンネルがですね、8チャンネルあります。まあ、いわゆるですね、まあ、コンピュータープレイの1から8っていう風になってるわけでございますね。でね、まあ、これをですね、まあ、プルダウンメニューで選ぶと、はい、今ね、3、4、5、6、7、8、90っていうのがね、ずーっと出ております。でね、私の場合はですね、今ね、出力が24チャンネルまで選べますけれども、まあ、 いわゆるね全豪だとはいえこれがね8チャンネルまでありますのでこのね1,2,3,4,5,6,7,8このねどれかを選んでくださいで例えばですねここではい出力7,8を選んだとしますそうすると一体どうなるかっていうとはいこちらにちょっと戻りますでこの画面なんですけどもはいここね今ねコンピュータープレイ1,2とかってあるでしょでこれね今ねこの画面の中だとコンピュータープレイの7と8がないんですよ なので、この中でコンピュータープレイの7、8を選んであげないと、はい、実際にスピーカーだとかヘッドホンから音が出てきません。はい、なので必ずダウ上とあとですね、このね、前後の,このコントロールパネルのところで必ず出力が、ね、マッチするようにしてください。 なので、ダ、え、ウ、ーまあ、上で、まあ、出力をですね、コンピュータープレイの7、8に設定したときっていうのは、必ずこのね、ミキサー画面の中でも、コンピュータープレイ1、2ではなくて、7、8を選んでください。これからね、すごく大事なところですね。はい、では続いていきましょう。 ははい、えー、ではね、続いてなんですけども、このいわゆるね、こう前後に入っている、はい、エフェクターをですね、ダウ、ね、上から使いたいよっていう時のですね、えー、そのやり方についてですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。でね、えー、まあ今回はね、このロジックを使って説明していくんですけども、まずね、はい、えー、ちょっとね,こうね、ソフトウェアの音源で EG キーを用意しました。ちょっとね、音鳴らしてみましょう。 はいえ、ちゃんとね。音出ておりますね。でねえ、これからなんですけども、このね。ピアノの音に対してまあ、ね。全豪音の中に入っているエフェクターをね。使う。この方法をねまあ、解説していきます。で、まず一番最初になんですけども、このね。オーディオ fx はいえ、ここをね開きます。そうするとですね。io っていうのがありますので、これね。ちょっと他にもあるのかな。ユーティリティですね。ユーティリティの中のはいえ、io っていうのがあるので、これでステレオを選びます。はい、そうするとですね。はいえ、まず一番最初にアウトプットを選びます。 はいこのアウトプットでははい今、今ステレオになってるんで、まあ、1、2、3、4という形で、まあ、リンクになってるんですけどもこれで必ず選ばなきゃいけないのが1と2もしくは3と4ですなぜかというとはい前後の中ではチャンネル1から4までしかはいこのねいわゆるこのエフェクターが使えないからですはいでまず一番最初にですねじゃあ例えばですね3、4にしたいと思いますはいそうするとアウトプットが3、4になりますでここではい前後のコントロールパネルに戻ります。 はいそうするとですねここですね。 はい、で、今、ね、ここでははい、今ね、プリアンプ1、2っていう風になっていてで、ここにはですね、コンピュータープレイ1と2ってなってますそうすると、まずね、この状態だといわ、まあね、ゆるさっき選んだアウトプットの3、4というのはこのね、前後の中には流れてきませんなのではい、このエフェクターの部分ではい、コンピュータープレイ1、2からこれをまあ、プルダウンメニューでコンピュータープレイの3そしてコンピュータープレイの4これにね変更する必要があります。で、その後で、そのの後はい、このね、エフェクター の部分をですね、まあ、ポンと押してで実際にですねどのエフェクトを開けていくかこれをね選んでいきますで次になんですけどもこれが大事なんですがはい先ほど説明した通りはいこのね3と4このチャンネル3チャンネル4っていうのははいこの前後からダウに戻るそのねインプットチャンネルの3と4にリンクしてますなのでここでね,、まあ、ねダウ上での設定になるんですけどもちょっとこちらをご覧ください、はい、でねこのねインプットの部分ですねこれで必ず34を選ぶんですよ これがね、まあ、ものすごく大事な部分ですね。まあ、つまり、アウトプットで3、4を選びました。そうすると、まあ、前後のミキサーの画面で、チャンネル3と4に、はい、え、コンピュータープレイの3と4をアサインします。で、このね、前後からダウンに戻ってくるときっていうのは、必ずチャンネル3と4で戻ってきますので、このね、インプットのところで3と4を選びます。そうするとどうなるかっていうと、はい、 これね。ちょっとね。画面戻るんですけども、このね。はいえー。eg キーのピアノの音っていうのははい。このね。オーディオ fx のインプットアウトプットで設定した。はい。コンピュータープレイの3と4から出力されてで、前後のはいところに流れてきます。で、前後でエフェクトがかけられてで、チャンネル3と4から出力されてでこのね。 ロジックに戻ってくるっていうですね、そういった流れになってます。はい。そこでですね、はい。え実際にですね、ちゃんとね、流れてくるかっていうのをですね、まあ、確認したいんですけども、ちょっと私の場合ですね、はい。え、オライオンスチューディオでちょっと別の設定が入ってますので、それを行います。はい。で、え、今ね、私の場合だとね、はい。こうなってます。はい。でね、まあちょっとね、オライオンスチューディオの場合なんですけども、まずね、はい。え、この USB プレイ、コンピュータープレイのですね、21、22を使って、はい。これがですね、どこに行くかと言いますと、はい。このね、 オオーディオこの AFXIN の2122、はい、チャンネル15チャンネル16に行く感じなんですね。でこのね AFXOUT から出てくるものはい、この1314っていうのがはい、このねまあ USB レコーディングいわゆるコンピューターレコードのはい、このねえー、っと、1314つまりえー、っと何チャンネルだあ、2122に戻ってくるような感じになってますのでこれをベースにまあ設定をしていくわけですね。 で、21、22を選びますと。はい、でね、次にね、どこに行くかって言いますと、はい、オライオンスデ디オの方に戻ります。はい、えー、それでね、はい、先ほどね、えー、ここにアサインした、はい、えー、エフェクトのところですね、ちょうどね、13、14のところ、えー、ここにね、まあ、エフェクターを追加していきます。ここね、前後だと AFX のところのね、ボタンを押すと、まあ、この画面にね、飛ぶような感じですね。はい、で、今ね、コンピュータープレイの21、22が、まあ、ここにアサインされてますので、えー、ここにですね、まずね、ギターアンプ入れていきましょうか。 はいえ、そしたらですね、まあ、ね、このね、まあこのオーバーレンジってやつもね、ちょっと入れてみましょうかはい、で、次になんですけれどもはいえ、ギターキャビネットはい、えこれ、ね、まあなんだろうね僕ね、ギタリストじゃないんでよく分かんないんですけどなんかね、これモダンとかって入れてみましょうかはい、そうするとね、えこのような感じではい、えまず、ね、2つはいえ、このエフェクターが入った感じですねで、この信号の流れについてしっかりね、ね、ちょっと、ね、覚えておきたいんですけども、はい、えまずね、聞いてみましょうか音を聞いてみましょう。 しっかりとね、エフェクトがね、かかっておりますね。はい。でね、続いてなんですけれども、ちょっとね、信号の流れをですね、まあ、しっかりね、確認していきたいと思います。で、このね、メーターのところをまず見ます。で、今ね、USB プレイっていうのがね、まあ,あるわけなんですけども、まず、ここからですね、はいえ、ロジックから、はい、チャンネル21、22を通って、はい、このね、エフェクターに流れてきてるのかっていうのを確認します。そうするとどう見えるかっていうと、こう見えます。 はい2122のところが触れているので、まあ、これでねしっかり DAO の、はい、チャンネル2122を使ってオーディオインターフェースにこう信号が流れてきているのが確認できます。で次になんですけどもはい USB レックの部分を見ましょういわゆるねコンピューターレコードの部分ですね。はいえこれですね。はい今ねチャンネル2122のところここにねご注目くださいはいちょっと音出しますよはいちゃんとね震えておりますねメーターがねまあこれで、まあ、しっかりとですね はいその、ね、音がダウ、はい、上に戻ってるっていうね、そういったねことが確認できます。はいえではね、このねダウ上にあります、はいこのねオーディオエフックス、これでねえ、まあ、いわゆるインサートの機能ができているわけなんですけども、これね、一回消してみましょう。はいそうすると、音はどうなるか。はいえちゃんとねエフェクターがかかってない音がしております。で、これでね、はいえインサートをオンにします。そうすると。 はい、ちゃんとね、こうエフェクターがかかった音がするわけですね。まあ、こうすることによって、はい、ダウ上から、はい、この前後の上にあります、はい、エフェクターを使用することができます。こういったね、このいわゆる信号のルーティングを理解すると、まあ、こういったようなこともね、まあ、簡単にできるようになるわけですね。ではね、ここで簡単におさらいをしていきたいと思います。それではまずね、前後の画面に戻りましょう。 はい。えー、ではですね、前後のね、コントロールパネルからおさらいをしていきましょう。はい。でね、えー、まず一番最初にですね、えー、このプリアンプ1、プリアンプ2っていうんですね、えー、このいわゆる入力信号のですね、この名前のところっていうのを押せるようになっていて、で、そこからですね、はい、どの入力信号をこのミキサー上のどのチャンネルにアサインするのかっていうのが大事になりますと。で、次になんですけれども、このエフェクターが使えるのは、チャンネル1番からチャンネル4番まですよーっていうですね、えー、そういったことですね。 で次なんですけども、はいこのね下にありますね、ミキサーの画面。これのチャンネル1から8っていうのは、いわゆるですね、このね、前後から DAW に流れる信号のチャンネルの1番から8番にリンクしてますと。つまり、このね、チャンネル1番っていうのは、はい DAW の入力のですね、チャンネル1。で、このね、例えばチャンネル5っていうのは、DAW の入力のチャンネル5にね、ちゃんとリンクしてるので、この1から8っていうのは、はい DAW の入力の1から8にね、ちゃんとね、入力がね、こうリンクしてるっていうのをですね、 しっかり覚えてておいいいいただければと思いますはい、ではね、続いてなんですけども、次の画面いきましょう。はい、ではですね、この、ね、DAW の IO ビューのところですね。はいでね、このね、先ほどのですね、まあ、メインのところで見たね、そのね、入力信号の選択っていうのは、ちゃんとね、ここにね、必ずね、わーっとね、リンクして出てきます。で、このね、レコード1から8っていうのは、オーディオインターフェースから DAW に流れる信号の、そのね、信号レベルがメーターで出てきます。で、この下にはですね、まあ、プレイ1から8っていうのがあるんですけども、これっていうのは、DAW から、 オーディオインターフェースに流れてくる信号の1から8。これの信号レベルがこのメーターで出てきますっていうね。えそこでございますね。はい。では続いてね、ダウの方に戻りましょう。はい。でね、ダ、ま、ウ、あ、上でのね、まあ、確認事項なんですが、まあ、必ずですね、はい。このね、まあ、オーディオの設定の部分で、この IO の割り当て。ここで、はい。出力はですね、 はい、今ね12っていう風になってるんですけどもこれでねえ希望する出力信号をこう、ね、どこのねチャンネルに流すかっていうのをしっかり選んでくださいでこれの信号っていうのは必ずそのね前後のコントロールパネル上のそのねいわゆる入力のところとしっかりリンクしてる必要があります はいでまあね、前後の上では、まあね、チャンネルが、ね、1から15まで選べますのでその中でどこかでこの、ね、いわゆる出力が、えー、ちゃんと選ばれていればしっかり音は出るということですね。はい、で次になんですけれども、はいえー、ミキサーの画面ですね。 はい、でね、このミキサー上で、はいこのね、いわゆるね、こう、ダウ上で、この前後の、まあ、エフェクターを使うためには、このね、オーディオ FX のインサートの機能を使いますと、そのためには、はい、この IO っていうのを選んで、で、この中でアウトプットをまあ、コンピューターのですね、コンピュータープレイの1から8のどこにアサインをするか、そして戻りの信号、これっていうのは、必ずですね、はい、チャンネルのね、1か2、もしくははい、3か4、これをね、しっかり選んでること。 まあ、いわゆるですね、先ほどのまあ前後のこの画面ですね、はい、ここで AFX っていうのは1から4しか選べません。なので、まあね、戻りの信号っていうのはまあ必ずです、ね、このインプットの1から4の、ね、どれかである必要がある、そういったことでございますね。はい、というような感じでね、まあ、ねだいぶ、ねこね、ざーっと,、ね、ちょっと説明してしまったんですけれども、まあ、オーディオインターフェースを使ったです、ね、信号のルーティング、このようにやっていきます。 はい、えー。というわけでね、まあ、前後の解説動画をお届けいたしました。いかがでしたでしょうかわ、まあ、かりやすく、ね、伝わればいいなというふうに思っております。でね,、まあ、ね、実際にですね、この前後に関してなんですけれども、アンテロープオーディオジャパンのですね、はい、YouTube チャンネルでも開設されておりますし、またですね、えーまあ、Twitter ですとかそういったところでもね、サポートをやっているようでございますので、ぜひね、そちらも活用していただければと思います。 はい、えー。というわけでね、まあ、今回の動画なんですが、前後の使い方、こちらをね、お届けいたしました。もしね、参考になったよーと思ったらですね、はい。ぜひ高評価、またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。